バラコアは、キューバグアンタナモ州の都市。初代キューバ総督、ディエゴ・ベラスケス・デ・クエラルによって1511年8月15日に建設された。キューバ最古のスペイン人居住区であり、キューバの最初の首都でもあることから、最初の町とも呼ばれる。クリストファー・コロンブスが、最初の航海で、キューバに上陸した場所は、公海日誌の記述などから、バラコアであったと考えられている。 バラコアという名前は、先住民アラワク族の会があるところ、という言葉に由来する。蜂蜜湾を抱え、シエラ・デルパリルなどの山脈に囲まれたバラコアは、1960年代に山に道路が建設されるまでは、いわゆる陸の孤島であった。年間雨量は1600ミ、mm、リメートル、平均気温は25セッ28度、湿度は85%。 2008年3月には高気圧による強風のため、津波による洪水が発生。また、同年9月には、ハリケーンアイクが上陸し、市街地には大きな被害が出た。バラコアのアドベーゾーキューバ島にはもともと、タイの族という部族がおりスペイン人によって、ほぼ絶滅させられたが、バラコアにはその末裔が、今も暮らしている。バラコアの英雄は、イスパニョーラ島のスペイン人から逃れ、 キューバでタイの族を率いて戦ったアトウェイである。伝えられるところによると、アトウェイは仲間に裏切られ、家計に処せられた。処刑されようとするアトウェイに対しキリスト教の神父は回収すれば、救済の道もあると説得を試みた。アトウェイは、神父に死んだ、スペイン人も天国に行くのかと尋ねたところ、神父はそれを肯定した。これを聞いたアトウェイは、神父に、 地獄に行く方がましだと答えたという。クルスデラ・パラ1492年10月12日、クリストファー・コロンブスがキューバに上陸し、その地をポルトサントと名付けた。コロンブスの記述した、この場所は一般にはバラコアであると考えられているが、ヒバラではないかとする説もある。だがコロンブスは近くにテーブルマウンテンがあったと記しており、実際バラコアの近くには、 テーブルマウンテンのエル・ユンケ・さんがある。公開日誌には、世界で最も美しい場所だ。鳥たちも歌っている。私たちは決して、この場所を離れることはないでしょう。と。伝説によると、コロンブスは、クルスデラ・パラと呼ばれる木製の十字架を、後にバルコア湾となる砂浜に建てたという。1511年8月15日、ディエゴ・ベラスケスでクエリアルが、 初代キューバ総督に任命され、バラコアに邸宅を建ててその地を、ヌエストラ・セイニオラ・デラ・スンスヨンでバラコアと名付け、バラコアはキューバ最初の首都となった。1518年には、都市となり、キューバ最初の司教も着任した。このため、市内各所には、今でも得る、カスティージョ・トリデ・ヤマティチャン、ラプンタなどの要塞跡や墓地などが見られる。16世紀と17世紀、 よそから孤立していたバラコアは、フランスやイングランドとの密輸天国となっていた。19世紀初め、ハイチでの独立運動から逃れようと、フランス人の多くがバラコアを去り、コーヒーやカカオ豆の栽培を始めた。バラコアワンとエルユンケ319世紀半ばになると、ホセマルティやアントニオ・マセオといった、革命家、独立運動の党首がバラコアに上陸、1902年に、 キューバはスペインからの独立を果たした。キューバ革命以前は回路が唯一の交通路であったが、1960年代に1 2 0トルの道路が山を通って建設され、革命の成果の一つとされた。道路自体はバティスタ政権時代に計画されていたが、実現はしていなかった。道路は最も高いところで地上6 0 0ル以上のところにあり、 11の橋がある。主な産物にバナナ、ココナッツ、カカオ豆がある。また、キューバの主要チョコレート生産地域でもある。バラコア近郊の丘にある小屋バラコア旧市街の通り、エルユンケ山を背景に湾に沈む夕日キューバ島の東端に位置する遠隔地であるため、一部の名所を除いて多数の観光客が訪れるということはない。サンティアーゴでクーバからバスで4時間。 ハバナから飛行機で2時間かかる。市の東側にある1802年に建てられたトリデフェルテマティちゃんは現存しており、一部は博物館となっている。1803年に作られた西側のトリデフェルテラ、文太にはレストランもあり、すぐそばにはビーチがある。三つ目のトリデエル・カスティージョは急な坂の上にあって町と ワン全体を見渡せるようになっているが、現在は、ホテルエル・カスティーロ・ホテルエル・カスティージョと名を、替えホテルとして営業している。大聖堂、コテイドロール・ヌエストラ・セイニョラ・デラ・アスンスイオンには、クルス・デラ・パラと呼ばれる十字架がある。スペインから運ばれてきたものとされており、確かに、炭素年代測定によればその時代のものではあるが、木材の種類は、バラコアにあるものであるため、伝えられる話は、 少なくとも、その一部は、誤りである。標高575メートルのテーブルマウンテン、エルユンケさんは、バラコアの西10キロメートルにある。バラコアには、ココナッツに砂糖を、たっぷりと混ぜ、オレンジやグアバ、パイナップルなどと一緒に、ヤシの葉にくるんだ、ククルーチョや、バナナを、バナナの葉で包んだ、バカンなどの独特な食べ物があるほか、カカオもめの産地であることから、チョコレートも、 甲府にある。2004年バラコア市の人口は8万1794人。面積は977平方キロメートルで、人口密度は83.7平方キロメートルである。バラコアはキューバを東西に横断する全長1435キロメートルの高速道路カレテラセントラルの東側の終点であり、西側はピナールデルリオ州のラフェである。 湾の西側、町の中心部から北北西に 4km のところに、主に国内便のみが飛ぶ小さな空港、グスタボリゾ空港がある。便数は多くはないが、クバーナ航空によるサンティアーゴでクーバやハバナとを行き来する便もあり、運賃もそれほど高くない。キューバ人アーティスト、パブロ・ボルギス・デルガドはバラコアの出身である。ありがとうございます。